さん、嶋佐さんはなんとアレクサユーザーなんですよね、はい、確かにそうなんです、実は、はい、高円寺の家賃5万円のボロいアパートに住んでる時だけ家電だけアレクサで最新やったんですよ、ありがとうございます、いや、こっちです、もうアレクサですから、僕は俗に言うそうなんて言うんですね、アレクサ、カーテン開けて、はい、ガチよ、すげえ、すごい、うわすごい、拍手ですね、拍手で、まあ、ちょっと玄関からね、うん、ちょっと出るときに閉め忘れちゃったってなっても、はい、これ、あ、素晴らしい、こういうこと、おはようございます、おはようございます、せーの、ジップ、このね、あの L 字ソファーの端っこがすごい居心地いい、 L 字ソファー使ったの、 L 字ソファーの端っこでこううずくまんのがめっちゃ好きで、そこでテレビを見るのが大好き、あ、いいね、いいね、ソファーいいね、憧れるね、いいですね、僕は、うん、バルコニーですね、あ、うわー、ちょっとあのテーブルセットみたいなのも置いてあるんで、そこでちょっとあのなんか人を招いて、うんうん、だから夏バーベキューとかもできちゃうし、さらば青春の光の森田さんに、はい、DIY にしてもらってな、そう、めちゃくちゃええ感じの屋根もつけてもらって、めっちゃいい、俺もベランダにあのサウナチェアみたいなやつ置いて、で、風呂上がりに夏の夜にそこでもずっとボーッと積むのがめっちゃ気持ちいいですね、へー、ただ2階なんで何も景色良くないえ、飯尾さんはほんとギャルにも優しいんですよパパみたいな存在飯尾さんはまあよくご一緒させてもらう時は、はい、すごいね、飯尾さんがいい感じにみんなと喋ってくれて、うん、空気清浄機みたいな存在ですね飯尾さんの声聞くとなんか俺落ち着くんで、声のトーンがなんかアルファーファみたいに出てると思いますよ、あれ若手にも本当に気さくにずっと分け隔てなく喋りかけてくれて、僕らとかにも、うん、本当なんか親戚のおじさんみたいな感覚ですね、うん、会えると嬉しいタイプの親戚のおじさん、うん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 、だからたまにヤスさんとの掛け合い見ると、あ、ヤスさんにこんな厳しく突っ込むんやっていう時ありますもんね、ネタ中あ、俺らにはあんな優しいのヤスさんに結構言うてるみたいな時あるな、コンビ感、